どんな人がスパイに狙われるかっていうのが次のページです。サラリーマン、公務員、芸能人。俺芸能人ないと思ってたんだよな。もうサラリーマンはですね、狙われる典型で、その人が勤めている会社の情報を、でその人が持ってる人脈っていう意味でもそうですね。国家公務員なんかは重要な情報を知ってたり持ってたりしましたね。そしていよいよこの芸能人。芸能人。いや関係ねえと思ってたな。芸能人の方はですね、もう有名ですし、こう世間に影響力持ってますし、狙われやすいですよ。嘘だ。